はい、皆さんこんにちは、こんばんは。そしておはようございますの方はおはようございます。中野平です。本日はコンビ企画、スノーマンより目黒蓮さん羊、そして向井浩二さん猿、めめこじ、こちらを行かせていただきます。はい、コメントが追いついてません。はい、本当ね、すいません。日々ね、コメントの方をですね、たくさんいただけるようになったんですけども、そちらのね、返信の方が滞っております。本当にすいません。でですね、昔のね、そうコメントが見ていますと、その中でですね、以前のコメントを見まして、返事しようと思ったら、すでにですね、そのリクエストには答えているっていうね、場合もありまして、まあ答えられているだけ非常に良かったんですけども、こうね、非常に時差がね、生じてしまって、本当に、申し訳ないところであります。頑張ってね、コメントの方も返していきたいので、引き続き、気軽にね、コメントの方いただけたらと思います。で、今回のですね、めめこじ、リクエストの方をいただきました。奇跡的なね、再会をされたお二人ということで、僕の方もね、非常に興味ありまして、今回お話の方させていただきます。それではね、早速参りましょう。このチャンネル面白いと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてスーパーサンク、そしてコメントの方までぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今回も参りましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではめめこじ、お話をさせていただきます。まず最初にお二人のファイブアニマルの方はこちら。はい、これ前にですね、いくつか、スノーマンに関する動画、作ってまいりました。よかったらですね、過去の動画も見ていただけたら非常に嬉しいです。で、今回のお二人なんですけども、今回もですね、やはり、ファンの方の、ウェブサイトの方を非常にね、参考にさせていただきました。もう最初からですね、ファンの方がですね、情報量多いと思いますが、頑張ってお願いしますということだったんですけども、はい、頑張らさせていただいております。いつも応援の方ありがとうございます。で、いくつかエピソードの方をピックしていきたいと思います。まあ最初にですね、向井浩二さんが、俺の方が年上だけど、感覚的には年下だと思っている。まあ、こちらに関するね、情報もいくつかあったんですけども、はい、その通りだと思います。っていうのもですね、ファイブアニマル、改めてですね、こう、お二人を見てみますと、目黒蓮さんの動物の包容力っていうものが、すごすぎるんですよ。すごすぎます。それはまず本質の羊、そして意思決定の羊。もうここが羊ってきただけで、もうものすごいそのね、器の大きさ、器が大きいっていうか、もう器がないんですよ。羊さんっていうのは、もうすべてを受け止めるみたいな動物なんで、本当に、大きな、器の持ち主だと思います。で、そこに加えてですね、表面に像。やはりこれも、羊さんと同じ多分類、4分類ですね。そちらでいうところのフォロー型と言われるほどのですね、非常に、相手を受け止める大きい器の動物で、最後にですね、希望の虎、そして隠れの虎、これもやはり器の大きい動物になってくるんですね。っていう感じで、目黒蓮さんはその擁している3つの動物すべてが非常に相手をですね、包容する、包容力の高い動物になってますので、もうね、本当に相手を受け止めるっていう、そのね、心根が本当にね、大きいんですよ。まあ、なので、これは、向井浩二さんじゃなかったとしても、もう誰に対してでも、目黒蓮さんの方が、年上に来るんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、実際にはですね、目黒蓮さんの方が年が、結構下になってくるんですけども、もうこれはね、もう本当に誰に対してもこうなってくるのは当然なんじゃないかなというふうに、僕は思いました。で、続いてですね、向井浩二さん、大阪から、まあ、東京にね、いらっしゃったってことになるんですけども、まあ、最初の頃ですね、大阪から東京に出てきたばかりの時に、東京をわからないというですね、向井浩二さんのために、目黒蓮さんが毎日家まで送ってくれたっていうね、まあ、こういうエピソードなんですけども、もうね、これは、先ほども言いました、その包容力から生ずる面倒見の良さですね。で、この面倒見がいいっていうのは、希望の虎さんっていうのが、強く出てるのかなっていうふうに思います。まあね、希望というのは、その人自身に入っている動物ではないんですけども、憧れている、こういうスタイルを目指しているっていう動物になってきますんで、やっぱり寄せてくると思うんですね。で、その虎さんの、面倒見がいいっていう性質が、ここで、強く出たんじゃないかなというふうに、思います。そしてこのね、毎日っていうふうに書いてあるんですけども、羊さんにとって毎日とかね、
全然大丈夫なんですよ。はい、考えられないっていう動物の方々いらっしゃいますよね。はい、非常にその気持ちはよくわかります。しかし水産っていうのは全然大丈夫なんですね。で他にもですね、楽屋での距離感がバグっているっていう、まあそういったエピソードもちょっとね拝見したんですけども、極論で言いますね、これは極論です。これはあくまで、ね、中村雄平の個性侵略という、まあ楽しんでいただくね、今それちゃんになってくるんで、あくまで、僕の独断と偏見で喋らせていただくんですけども、その中で極論で言わせていただきますと、そもそも羊さんに距離を取るっていう選択肢がないと僕は思ってるんですよ。もうこのね、ザ・羊さんっていうものに関しましては。まあ、なので、わざわざね、そういった、距離をいい感じに保つとかがないんで、向井浩二さんが目黒蓮さんにグイグイ行く限り、もうそれはね、どこまででもね、くっつくんですよ。離れる必要性が全くないんですね。っていうぐらい、羊さんっていうのは、根本的には本当にみんなとめいめいしていたいんですよ。もうみんなとずっと平和で名護名護一緒に居続けたいっていうのがベースにありますんで、その、距離感がバグっているっていうのは、はい、バグってるんです。で、向井浩二さんも意思決定に羊っていうのがいまして、でしかもね、前回の動画でも喋りましたが、色濃くねその羊の要素っても出ておりますんで、羊さんと羊さんがいたらそりゃ距離感もバグってまいります。でさらに加えて、言わせていただきますと、もう極論なんでね、言わせていただきますと、もう目黒蓮さんの包容力がやはりバグっている、まあこういった話になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。もうそれぐらいに目黒蓮さんのこのね、包容力、相手のためを思う、相手を気遣うっていうこの感度っていうのはおそらくなかなかないレベルなんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。で続いてですね、でどちらが彼氏でどちらが彼女という論争、はい、これもねよくある話だと思うんですけども、まあしかしですね、まあこれは自他ともに、まあ、答えは出ている、まあ決着はついているようなんですけども、はい、向井浩二さんが彼女っていうふうに、話の方はですね、落ち着いているらしいんですけども、僕もその通りだと思います。まあこれはね、まあ動物的にいても、まあ向井さんがまあそういう風になるかなっていうのは黒ヒョウあたりですかね。はい、まあそうでなくても、まあ、目黒蓮さんっていうのが、まあ、どこまでもね、相手を受け止めるっていうのもあるし、かつ、目黒蓮さんは、先ほども言いました、希望に虎がいるんで、このね、虎、そしてその表面の像、まあ、隠れにも虎はいらっしゃるんですけども、この3つが来たことによって、僕は目黒蓮さんに、ものすごく、こうね、がっちりした、なんかね、こう、力強さ的なものを感じるんですよ。まあ、なので、受け止めるんですけども、その受け止め方は、なんていうか、こう、男らしいっていう風に持ってっちゃうんですかね。はい。まあ、そのように、僕は感じました。で、向井浩二さんの、黒ヒョウっていうところが、ですね、黒ヒョウさんって、まあ、なんとなく、これはね、僕の感覚っていうのもあるんですけども、ちょっとだけ相手に対してね、こうね、傾いてるっていうんですかね、相手に対して、まあ、ちょっとね、寄り添いたいっていうね、まあそういった傾向が、僕としては感じるんですね、これまでの経験も踏まえまして。まあっていうのもあり、この猿っていう真ん中の存在ですね、猿は、まあ相手を選ぶんですけども、あ、この人いけると思うと、まあ非常にですね、こう子供らしくなるというか、キャッキャするというかですね、まあそこがいいところであり、可愛いところもあるんですけども、まあそういった面がこの場合出てくると思うんで、向井浩二さんがまあ可愛いキャッキャしてる彼女になってくるのかなっていうふうに、僕としては思いました。まあ何の話だって感じなんですけども、まあこのね、ファイブアニマルを見る限りでも、まあこのエピソードのね、決着点になるのかなっていうふうに僕としても勝手に、はい、思わせていただきました。で続きまして、まあそんなね、向井浩二さんなんですけども、まあジャニー北川さんですね、はい、亡くなられましたけども、まあジャニーさんがね亡くなった際に、まあその直後ですね、出演した音楽の日の、収録前の出来事になるんですけども、滝沢秀明さんがですね、はい、メッセージを、まあ伝えたってことなんですけども、まあジャニーさんに、でそれを聞いた、目黒蓮さんがもう涙がね止まらなくなってしまったっていうエピソードがあったんですけども、まあそこでね、向井浩二さんが、目黒蓮さんをすごいねこう慰めたっていう話になってきます。でこの向井浩二さんが目黒蓮さんを慰めるって言った、まあこういったね、形になってきたのを、まあこのねファイブアニマルってもので、まあ僕なりに、解釈させていただきますと、
向井康二さんの本質の猿が、まあ、その要素で一番強いのかなというふうに思いました。と言いますのも、まあこれはですね、どちらかというとっていう傾向になってくるんですけども、羊さんっていうのは感情を引きずる傾向にあるんですよ。引きずってしまいます。なので、自分のこの気持ちの切り替えっていうのが、このいい時でも悪い時でも難しいんですよ。まあ、今回の場合がいい悪いっていうのは別に置いときまして、とりあえずこの気持ちの切り替えっていうものが非常に、まあ、苦手なタイプの動物になってくるんですね。かつ目黒蓮さんは、持ち合わせている動物が羊、象、虎、こちらが全て過去回想型というですね、あの未来展望型と過去回想型、まあ、ポジティブとネガティブって話をしてきたと思うんですけども、まあ、その中で、まあ、ネガティブである、まあ、慎重であるってことを僕はいつも言ってるんですけども、そちらのタイプの動物のみで、目黒蓮さんは、構成されています。なのでその、まあ、感情をですね、まあ、非常に引きずりやすい傾向にはあるんじゃないかなというふうに僕は思います。でそれに反しまして、目黒蓮さんの本質の猿、こちらが非常に前向きなんですよ。前向きです。過去回想型、未来展望型でいうところの完全なる未来展望型のタイプ。もう本当に猿っていうのは、まあ、チーターとかもそうなんですけども、もうめちゃくちゃにポジティブで前向きなんですよ。で加えまして、切り替えの速さっていうのがあるんですね、猿には。で猿っていうのは、これは何事に関してもそうなんですけども、次に次に次にと展開を次にっていう移していきたいっていう気持ちが非常に強いんですね。まあそれゆえにその何事に関しても、まあ、切り替えが早いっていう風になってくるんですけども、まあ、今回の話に戻しますけども、まあこういった出来事が起こった時に、まあその切り替え、気持ちの切り替えっていうのが早い方ではあると思うんですよ。これは本当にこの動物だけ見た場合の僕の話になってくるんですけども、でそれでいて、自分がこんな時に何をすべきかっていうその判断で、その空気の読みっていうのも、この向井康二さんっていうのは非常に長けている方なので、こういったね、目黒蓮さんをまあ慰めるっていう形になっていったんじゃないかなっていうふうに思います。本当にね、猿、初老思考っていうのは自分が今何をすべきかっていうことがピンポイントで分かると、本当に力強く、そしてスピーディーに、それでいて本当にですね、相手をこうね、前に前にっていうね、進めてくれるっていう、こういったところでは非常に、まあ、頼もしさをね、持ってる動物なんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい、で最後になります。まあね、このお二人の相性ってものを、まあ、最後に喋らせていただくんですけども、まあベースに、本質に、目黒蓮さんは羊、ね、そして向井康二さんは、意思決定に羊っていう、まあ加えて本質の猿もそうなんですけども、平和なんですよ。もう本当に喧嘩なんて全くしたくない。もうね、ギスギスした空気も出したくない。もう本当にニコ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 ね、ずっとしていたいっていうのが、一番ね、強く出るこの本質と意思決定に二人ともありますんで、まあ本当ね、どこまでも平和な二人だろうなっていう、どこまでも仲いい二人だろうなっていうふうに思います。もうね、喧嘩とかね、まずないんじゃないかなっていうふうに、僕はね、勝手ながら思っております。で、まああとはですね、加えまして、まあこれはね、僕がいつも言ってることなんですけども、まあこれはね、僕の経験上でもあるんですけども、羊と虎っていうのはなぜか相性がいいんですよ、僕の中で。なんかまあそれは今までの経験談が入ってることなんですけども、なぜかね、相性いいんですね。で、虎と羊お二人とも、持ち合わせております。目黒蓮さんは、希望、そして隠れで、まあベースに羊ってことなんですけども、向井康二さんも、意思決定に羊で、表面に虎がいらっしゃるということで持ち合わせてるんですね。まあなので、まあそういった部分の相性の良さで、最後に加えまして、羊と羊っていうのが、まあベースの人が一緒にいても仲はいいんですけども、向井康二さんが猿で、希望に黒豹っていう、ちょっとこう前のめりで、さっき最初に言いました、グイグイしてる感じっていうんですかね。でそれが余計に2人の仲を、まあ、縮める、深めてるんじゃないかなというふうに思いました。羊さん同士だけだとちょっとね、こうね、寄り切れないところが僕の中ではあると思うんですよ。非常に平和なんですけど、しかしこの向井康二さんの猿っていうものがこう場を明るくして、さらに前に進めていく、でさらにそれによって仲良くなっていくっていって、まあ、こういった流れがこのファイバーアニマルではできていったんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ今回もですね、どこまでも僕の試験が入っておりますが、こちらのお二人、めめこじ、こんな感じでいかがでしょうか。はい、今回、スノーマンよりめめこじ喋ってまいりました。いかがだったでしょうか。今回ね、非常に思ったことが、まあ、前回と被ってしまうんですけども、前回も、向井康二さんの方を喋らせていただいたんですけども、
前回と今回でやっぱりこう相手によってこれだけこうキャラ変してるわけじゃないんですけども、やっぱり出どころも違いますし、キャラっていうのはまあ変わってくるし、変わって見えてくるなっていうふうに僕は改めて思いました。まあそれがね、非常にまあ面白いところでもあり、まあそれゆえにね、人間関係っていうのはね、やはり単純じゃないなっていうふうに思うんですけども、まあそれでもね、こうやって丁寧にこう分解していくと、まあちょっとはね、分かるところがあって面白いんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひね、過去の動画を見ていただき、まあ楽しんでね、見ていただけたら非常に嬉しいです。まあ最近はですね、まあこういった企画動画から、その個性心理学、動物愛のまあ本筋に触れていきまして、まあ楽しんでね、学んでますっていう方がまあちょこちょこと増えてきてくれまして、僕自身ね、非常に嬉しいです。まあ何かですね、こういった企画動画以外にも、リクエストの方ございましたら、ぜひね、気軽に書き込みの方をしていただけたらと思います。YouTube 以外にも SNS の方やっております。Instagram また Twitter の方もやっておりますので、そちらの方でもですね、まあ内容は結構違ったりするんですけども、絡んでいただけたら非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回も動画の方を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。